でしこの花が咲きました。芙蓉の花は枯れたけど、あなたがとても無口になった秋に、怖くて私聞けませんでした。あなたの指の白い包帯、上手に巻いてくれたのは誰でしょう。風に頼んでも無駄ですか。振り返るのは嫌いですか。どこにもあるようなことですか。私髪を切りました。例えば今日のあなたのこと、他の人と楽しそうに笑ってた。あなたの声が眩しくて耳を塞ぎました。下手なくせにあなたのために編みかけた白いベスト、やはり夢でした。ほどき始めましょう。あなたに借りた外も読み終えていないのに、最後のわがままです。あなたの肩幅教えてください。風に頼んでも無駄ですか。振り返るのは嫌いですか。どこにもあるようなことですか。私髪を切りました。